チャンネルちょっ木曜日ですチェックはい、皆さんね、えー、学校、夏休みになりまして、毎日猛暑、梅雨もあげましたけども、皆さん体調、元気ですか佐々木は元気、頑張っております、今日もね。えー、プロ野球、特にセリーグはですね、8週間連続の6連戦に突入しましてですね、これが終わればですね、なんと、 もう残り10試合前後になってしまうっていうところの、もうラストスパートでございます。この夏をどうに乗り切るかでね、セリーグは優勝争い、A クラスクライマックシリーズ争いがほぼ完結してしまうというね、えパリーグはですね、若干、えー、AB の差が縮まってきましてですね。まあ、ああのー、今日ね、パリーグは試合、えー、っと、楽天対日本ハムしかないんで、えー、こからね、大きく、えー ひょっとしたら、この夏場の8月でね、えー、もっと AB クラスがね、縮まったり、ひっくり返ったり、するかもわかんないんでね、皆さんこの8月半ばまでがね、勝負ですよ。ここでね、脱落したらもう消化ゲームになりますよ。というとことで皆さんね、この8月夏休み盛り上がっていくためのお菓子ちゃうんです、総チェック見ていきましょう。ということでスタートです。 さあ、ということでね、えー、まずはパリーから、セーブ対ロッテ、25日3対零でセーブ、26日五対三でセーブ、セーブなんと2連勝っていう形で一気にね、B クラスから A クラスに上位縮めていく、ロッテはね、ソートバンク3連勝したけども、ここに来て2連敗っていうところで、7月残り3試合、どうなるのかっていうところでね、25日3対零でセーブ、セーブ先発高橋子はね、九回129九5アサンダー7一石牛無失点で完封 2試合連続カンプでございます。素晴らしい。特にね、縦スラホークっていうところの落ちる球が抜群で、えー、落ち、落ちる高さね、こっから落とすっていうね、落とす角度、高さも抜群で、えー、非常に素晴らしい制球力。縦スラに至ってはね、落とすけどもコースもしっかり投げるっていうところで、このね、落ちる球が抜群だったんじゃないでしょうか。 えー、ロッテ先発ベレスですね。6回106球、6アンダー13、3、39、1ッドボール3失点と。まあ、初回の2失点が痛かったね。まあ、ゲーム作ったけども、援護なしっていうところで、セーブはね、えー、初回、えー、騎士がね、ツーベース。で、現田が送りバンドを取って、ここはね、1点まず取っていこう。高橋コーナーだからね。で、その後ね、えー、佐藤がね、センター前対、ね、タイムリースリーベース。このスリーベース、でかかったね。 で、え、マキロンのレフト前ヒットっていうところできっちりね、ここでもチャンスをものにして、え、2得点っていうところでは効率のいい取り方ね。え、まずは1点取っていこうっていう中で、この3番佐藤のスリーベースがね、大きな分岐点になったんじゃないでしょうか。ね。で、そして6回にもね、え、先頭との先フォアボール。 で、初がセカンドゴロになるけども、ペイトンはね、ライト前ヒット。このライト前ヒットいいかできか,かったね。で、一三塁になってから、え、四球目にね、ここがセーフティースクイーズを見事決めて、こう三点目ダメ押しっていうね、この終盤どうしても一点欲しいところをね、フォアボールから塁出して、最後はね、作戦でセーフティースクイーズで一点ボギー取っていくっていうところ、作戦もね、素晴らしかったんじゃないでしょうか。で、ロッテはね、ま、5安打っていうところで、ほぼチャンスだし、 ま、唯一あったのが、ま、3回ね、先頭やつだから先ン前ヒット、8番田村が、え、バンド失敗、ダブルプレイ、163ダブルプレイ、バッと。<laughs> ま、これね、バンド成功してても一定に入ったかどうかわかんないけども、こういったところがね、 ちょっとチャンスメイクしていかないとバタバタしちゃうよっていうね。で、9回にもね、えー、チャンス作ったけどもね、えー、先頭藤岡センター前、中村フォアボールでノーアウト1、塁チャンスくるけども、平沢、ポランコ、山口とね、三者凡退で潰れてね、えー、ポランコ、山口に至っては一本ね、ホームラン出れば追いつくっていうね、えー、ロッテ戦、ソフトバンク戦は出たぞっていうね、最高の流れの中、まあね、打ち切れず、えー、初戦は敗退。ね。 で、26日5対3でセーブっていうところで、セーブ先発4、ヨーザね、5回3分の2、57球、4安打、2三振1、1四球、1セットボール、1失点と、なんと今季初勝利。ピッピチ今季初勝利。やっと、去年受賞してた中でね。で、まあ、この試合で良かったところっていうとね、2球です。ワンストライク必ず取れたっていうね。しかもその2球でワンストライク取れた確率、なんと100%ね。で、そこでストライク先行で勝負できたっていうところもね、緩急をうまく使って、いいピッチングのね、えー、できたんじゃないでしょうか。 ロッテまね6回76球六安三3三振四九四失点というところでまあここ、ね、えー、の西武がねまあいい形でね得点したっていうところはあるけどもねまず2回の裏ね、ね栗山、ライトスタンドホームランカットボール結構難しいところだったけどねファールを切れないでねポール際にね、えー、完璧な、えー、ホームラン。 で、5回の表にね、中村ライト前、安田ライトツーベースでね、ノーワウト2、三塁チャンスを作って、平田のね、犠牲フライ一って、まあ、ここ最低限っていうところでね、同点追いつくけども、ね、西武はすぐにね、5回の裏、戸崎内安打で、栗山センター前ヒットで、ノーアウト一三塁ね、チャンス作って、ペイトンのね、ショートゴロの間に行っ点あげる。日本もね、グラバーってたけど、まあ、あれは取れないねで。そこでね、1点勝ち越して、2回の裏ね、ワンアウトから佐藤がツーベースで、ね、マキロンね、レフトスタンドホームラン。この一発効いたね。 だからまあ全体的に、セーブはね、この2発のホームランね、これがやっぱり効果的に生んで、しっかり得点したことをね、逃げ切ったなと。で、7回表ね、ロッテも、えー、中村フォアボール、安田ツーベースっていうところで、ノーアウトに三塁チャンス作るけども、まあ平沢三振ね。で、ここでね、代打石川がね、センタータイムリーヒットを打って、ワンアウト1、3塁、角中フォアボール。で、このワンアウト満塁、ここでね、大木のね、復帰して、6、4、3ダブルプレイ ここでもう一点でもね、取ってたら流れ変わったぞっていうね。で、7回裏にはね、1アウト2、3塁からね、えー、士のスクイズっていうところがね、見事に決まって、ここもね、えー、1点しっかり取りに行くっていうところでは、このね、5点目っていうところは効果的だったし、で8回にもね、えー、ロッテはね、1アウトからね、山口ツーベース、中村康田フォアボールで、ツーアウト満塁チャンス作るけども、平沢がね、ショートゴロ。で、9回にもね、 えー、格中がタイムリーで1点取ってね、なおもチャンス作るけども、1本出ずホームラン打てばどうって2日連続っていうところでは、まあ、な、なかなかソフトバンク戦みたいにね、うまくいかないっていうところで、まあ、セーブのね、干渉って言ったところで、ロッテはいいところで、1本出ず、7、8、9、チャンス作ったのにっていうところのね、2連敗です続いて、オリックス対ソフトバンク。25日0対5でソフトバンク。26日1対7でソフトバンク。ソフトバンク2連勝連敗止めてからの2連勝しかもソフトバンク、山本宮城を立ててきてね、 ま、これ、オールスターもあったからね。まあ、あのー、オリックスはね、えー、高安半戦、初戦、リリーフデーで行って、山崎達也投げで、こ,このソフトバンクに、山本宮城当ててきて、2連敗は痛い。逆にソフトバンクはね、連敗してきたけど、ここ2連勝したのは大きい。その中でもね、やっぱり連、大型連敗を止めるのはね、完封か大量得点って言われてる中で、ソフトバンク先発有原ね、9、え、回、ー、115球、6安で11三振、2四球、無失点、完封、グッピチッ、ね。まあ、あ論ペをね、えー、変化球、特に変化球はね、 低めにしっかり集まってね緩急もつけて丁寧に投げ切ったというところは素晴らししかかったんじゃないでしょうかでオリックス先発、山本、ね、7回3分の211球で、7安打4、3、4、2球3、4って自責2ていうところでねまあ仕方ない点取れなかったからねこれは仕方ないかなっていう中でねまあオリックスとしての問題点は1回ぐらい、ね、先頭中は、ね、中川はサードゴロ栗原はファースト悪送球というところで流れ悪いねねランナーね、ねミスだ出たけども偽も三振、クレバーシ6、4、3ダブルプレート 相手のね、えー、ミスを生かしきれずっていう、その中でね、3回表ね、えー、先頭山木町ね、ショート内安打、だけども、紅林が悪送球、ね。で、これでランナー二塁行って、海が送りバント。で、牧原のね、えー、セカンドゴロの間に1点取るっていうね、オリックスは逆に相手のミスをついて1点。山本投げてんのにミスして。 ていねこのね、ミスして生かせず、ミスして生かすっていうね、この前半戦、ここがね、あの、大きなね、分岐点になったっていうところもあるけども、で攻撃もね、このオリックス、初回ね、このワンアウト一塁からば林643ダブルプレイ。で、2回にもね、ワンアウトからトングセンター前ヒットをつけども、胸がダブルプレイ。で、3回ね、え先頭杉本レフト前ヒットをつけども、野口がダブルプレイと。3イニング連続ダブルプレイ。うん、流れ悪い。でもこれもね、ありながらしっかりコースね。 丁寧に投げていることが、ね、ダルブルプレ,イプレイを、ね、生んだっていうところでは有原の、ね、グッピッチングというところも、ね、あるけどもオリックスはこうね流れ、乗り切れずっていう、ね、でその後はねあのは4回もランナー、ね、出すけども5回を3者連続三振、ね、で6回にもランナー出すけどもツーアウト1・2から紅林が、ね、1本出ずという、ね、で7回にもフォアボール出るけどもチャンス出しだしマイニング、ね、ランナー出していくんだけども。 これ,はあれは連打ね許さずっていうところは、ね、コートを走ってで8回表、ね、ワンアウトから牧原ライト前ヒットでカーツがしっかり送りバントを決めてツーアウト、二塁近藤、フォアボールで柳田がねレフトへタイムリー、ねえー、ツーベースっていうところで2点で9回にもねピッチャー、えー、小野に変わったところをね、えー、三森フォアボールで栗原、柳町が、ねえー、連続ヒットというところで柳町のタイムリーっていうねところでダメ押しの2点で5対0というところでは完勝だったんですよ。 え、3インニ連続ダブルプレイ。これがちょっとね、流れを止めていたかったから。え、そして26日ね、えー、1対7でソフトバンク2連勝っていうところだったけども、ま、あこの試合ね、えー、オリックス先発宮城ね、ソフトバンク先発シュワートジュニアっていうところで、シュワートジュニアね、6回102 9 6番で634、1911っていう、やっぱストレート力あるね。細かいコントロールとかっていうのはないけども、やっぱこのね、 あの、一軍で投げ出してから、まあ、勝ち負けつくけども、やっぱりね、威力あるしね、いいピッチングしてるんで、しかもフォアボール一つっていうところでね、え自分のピッチングをしっかりできたっていうね、結果じゃないでしょうか。その中でもね、オリックスはね、初回、ワンアウトから宗センターツーベース、ね、中川ね、サードゴロ、まだ栗原悪送球っていうところで、ワンアウト一三塁になって、セデイのね、レフトへタイムリーヒット、ね、その後、頓宮杉本、もう一点ね、正直欲しかったところだったけども、まあ、ここね、いい形で先生、またソフトバンクビスが出てっていうところではね、なかなかちょっと苦しい立ち上がり だったけども今宮はね4回ホームランで5回には下、ね、位、えー、のスリーランで6回には近藤、えー、の、えー、ソロというところでサイニング連続ねソロ、スリーラン、ソロっていうところで一気に5対1と逆転で9回にもねコ、えー、アボールでランナーをめて柳田がね タ,タイムリーヒットっていうところでダメ押しの7対1っていうところがソフトバンクは完勝だったけどもオリックスの先発、宮城ね6回94球8安打7三振2四球5失点っていうところでまあでもねここ日刊スポーツの、ね、評論でも書いたけどこんなね5失点する宮城もね状態悪くなかったと思うのその中で、まあ、4回ね、ね今宮のホームランを振り返ってみようっていうところでこのね今宮はね初回にもねストレートを引っ張り込んでレフト線でツーベース打ってるっていうところで、まあ、この日のテーマはね バッターっていうのは、打った球は次の打席来ないと思うし、 抑えられた球は、真相心理的に、無意識のうち、もしくは意図的に、抑えられた球っていうのは意識してくるっていうところがね、バッターの心理でもあるわけ。これがね、いろいろ山張ってくるとか、いろんな状態っていうところで、ね、変わった、変わることはもちろんあるよ。でも大前提の定義としては、そういう風なことがスタンダードで考えられるっていうところでね、この4回のホームランっていうところも、ストレートストレートでボールになるんだよね。で、えー、3球目ね、ほぼ甘めのストレートが来て、こう見逃すんだけど、まさかね、 前の打席ね、ストレートをね、レフトで完璧に打ってるっていうところで、ツーボールからね、ストレート来ると思わないじゃん。外すらぐらいでカウント取ってくるんじゃないのかっていうところでね、まあ今宮も手出す。で、えー、ツーボールワンスライクからもう一回高めに来てファール。ね、ツーエンドツー。で、さすがに5球連続ストレートは、ね、今宮もあのタイミングが合ってくるし、その前にも打ってるっていうところで意識しなくても打てるっていうね、えー、ところで言うと、ここの、えー、で、ホームラン。ここだからね、続けすぎたね。 ストレ駆け引き的にはね。で、えー、5回、ね、えー、こワンアウト一・塁から海がね、ホームランを打つんだけどもここね、1打席目甲、ね、斐、えー、はチェンジアップでね、三振してるわけよ。 でそこでね石油、初球のチェンジアップをね、タイミングドンピシャでバックスクリーンのホームランこれはもう完全に狙われたのねそれさっきも言ったように前の打席打ち取られたやつっていうのはもうしっかり意識的にそれを狙ってくるもしくは真相、心理的に意識してるっていうところがあるんでね。それをドンピシャのタイミングでだからここもね、ねバッテリーっていうのはやっぱり、ね、うまくいってることを、ね、変えにくいのよだって抑えてるのにそれ変えて打たれたら いや、なんで抑えてる球行かないんやってなるけど、ここの家計費がね、難しいところだけども、宮城ね、えー、若月のバッテリーっていうところでは、そこがね、裏目に出たかなっていうね。で、6回、今度のね、えー、バックスクリーンへのスライダーホームランっていうところも、1打席目カーブで凡退で。2打席目スライダーで三振っていうところでね、変化球も意識してるわけよ。その中で初級スライダー、肩口から入ってきたらバックスクリーン。ね、ドンピシャのタイミング。これも完全に読み切られたホームランっていうところでは、 打ち取られた球を続けたことによって、打たれたホームランっていうところがあって、ここはね、配球的にちょっと裏目に出ちゃったねっていうね。まあ、こういったところの、この駆け引きね、リードで難しいんだよ。打たれてないからこそ続ける。正解。でも相手はそれを意識してくる可能性もある。そこで読み切られるっていうところもある。打たれた球を変えるっていうところも、これも勇気ある。どっちが正解か不正解かっていうのはね、なかなか決めにくいけども、この試合で言うと、 抑えた球を続けたことによって相手がそれを意識して一発で仕留めたっていうねこれ一発で仕留めたっていうところも大事だからねそういったところではね宮城は仕留めきり蹴られちゃったかなとだから若干ね、ねストライク取ることにはねすごい昨日もあの安定感あったけども若干甘め甘め,甘めに来たかなっていうところがねちょっとねホームランへの範囲になったかなと思います。結果ねソートバンク2連勝でした 続いて楽天対日本ハム、25日3対1で楽天、26日2対3で日本ハム、現在1勝1敗の五分ですね。日本ハムえ、9段ワーストの連敗ストップっていうねあ、記録届かずね、9段ワースト記録に届かず連敗ストップっていうね、えところで、こう考えるとよ、18連敗。尋常じゃないね。なかなかいかないね。まあその中でね、25日3対1で楽天っていうところで、楽天先発早川ね、6回899、6番で634、1911点と基本ね、 まっすぐカットっていうところも、チェンジアップがね、特に良かったね。これね、軌道がめっちゃいい。多分ね、あれストレートに見えるね。ふわって浮くことなく、スーっていうね。 腕の振りもいい形だし、このチェンジアップの軌道、まっすぐと同じで本当にチェンジアップしてるっていうところだね。非常にこの緩急っていうところでは素晴らしかったんじゃないでしょうか。日本選抜加藤ね、7回899、6アンダー33チン39、2って、浅村一人にやられたなっていうね。ところで言うと、ね、楽天、ね、初回、ツーアウートからね、小号がツーベース。そして浅村がね、レフトスタンドへ思いっきり引っ張り込んでね、ツーランホームラン。っさすがホームランキね。 しかも、8回にもね、ここはね、ピッチャーロドリゲスに変わってるけども、浅村がね、引っ張り込んで左中間にね、ホームラン。これもね、浅村一人の3打点のみだからね、3対1っていうね、えところで言うと、ま、このね、日本もね、4回表ね、2アウト1、2、うからマルチネスがね、レフトにタイムリー、ツーベース打ってね、しっかりここでね、 一点取って、まだ状況わからない中で、まあ、問題点はね、この5回、先頭加藤がライトへツーベース、ノーアウト二塁からね、8番伏見ね、まあ新塁打打とうとしてる気持ちも分かるし、あの、打ち方も新塁打打とうとしてるけども、ね、これからだとね、えー、ファーストライナーっていうね、まあファーストで、ね、伊藤幸也もね、ジャンピングキャッチでナイスプレーだったけども、これはもう最低でも三塁に進めないといけないのよ。惜しかったーじゃあダメなのよ。結局そういったところが、一点、 ね、その状況で1点差、これ同点に追いつくかどうかっていうところでは、最後ね、勝ち切るか負け切るか大事なところで、惜しかったじゃダメなのよ。あれもちゃんと三塁に送る新塁打打たないとっていうところで、三塁に送れず、その後細川磯かね倒れて1点取れず、で6回にもね、ワンナウトから清宮、万、え、波、ー、のね、えー、連続ヒットで、えー、ワンナウト2、3塁になって、マルチネンス三振、ハンソンね、ショートフライっていうところで、ね、ここでもう1点取れずっていうね、チャンスはあった中で、ね、も 一本とれず、そして新塁ができるかどうかのバッティングっていうところが、結果的にね、この3対1、最後ね、朝村にダメージホームランを打たれて、この点差になっちゃったかなっていうね。まあ、加藤もね、しっかり試合作った中での敗戦だから、それはちょっと攻められないね。26日に2対、2対3で日本ハムっていうところでね、しっかりね、連敗をストップっていう中で、えー、上、日本ハムはね、先発上原、6回94球、4安打六三6、二四2無失点とね、非常にゲームを作って素晴らしいピッチング、やっぱフォークいい感じだね。 で楽天先発勝時、ね、庄司8回102球2安打63、1四球1デッボール2失点とこちらもね完璧なピッチングっていうところでねまあこの試合ね、ね、えー、試合が動いたのは5回の表ね、えー、先頭、マルチェンスかデッドボールねで,ここでハンソンノーアウト1塁からバンとね2回連続ファウルする、ね、でうも,もうバンドできないからって言って、ね、追い込まれたしヒッティングに変えたらなんとライトスタンドでツーランホームランこういうのあるのよ、たまにだから俺はもう守ってた時思うのよさっさとバンとさせときよかった。 バントさせずに行ったことがあるみたいなところでね、ね、まあ、この2点ここでね、これをま勝っていくかなっていうところでなんとね、8回裏ピッチャー池田から、ね、ツーアウト2塁鈴木大地がライトスタンドに同点ツーランホームラン大1これもそのままね楽天が勝ったかなっていう流れだったけどねで鈴木大地もね。 えここまでね、えー、3回の表もツーアウト1、ね、一塁ツーアウトだから小郷センター前浅村、フォアボールでチャンス来作るけどもなんとねインカットイインンカカッットトななんて振ると思わないよねインカットでね上原の見逃し三振で倒れて初回にもねあの村林、小郷がヒットを打ってワンアウト1、一塁浅村倒れてツーアウト、一塁からね鈴木大地今度はインコースねストレート、ツーシームショートフライっていうねところで積ませ これ、つまらされてるのが次のこれがね来るっていうねこの配球のコンビネーション、あと投げ切った上原ね素晴らしかったこれ鈴木大地チャンスで今日一本打ててないなっていうところの3度目のチャンスでね2アウト2塁から鈴木大地8回裏に同点ホームランこれは勝つ流れやと思ったけどね。 でその中でね同点に追いつかれた9回表、ね、日本ハムの攻撃ワンアウトからね2番、松本が2ベースそして清宮が、ねえー、ライトへヒットこれ興清宮がの大き方っねでワンアウト1、一・三塁からピッチャー、ね、鈴木空に代わって安楽、ね、で万波、えー、追い込まれた状況でワンボールツイストライク。 追い込まれた状況、絶対三振しないようにっていうね、バットに当てて、内野ゴロでも当ったら三塁ランナー突っ込んできて勝負になるっていうね、ところ泥臭く1点っていうところで、若干ボール,際ボール球の、ね、落ちる球だったと思うけどあれ、当ててね、三遊間。でね、まあ三遊間がね、まあとりあえずね、あのちょうど間行ってね、で結果的に内野安打になったけどもで、三塁ランナーね、ゴロゴロで突っ込んできてね、ホームインっていう、これが勝ち越しになったけども、あの真ん中の打席ね、 絶対三振次第。内野ゴロでも当てたらどうにかなるっていうところで当てに行って三塁ランナー突っ込んでくるよね。あれ多分取っててもホームはセーフだったと思うんだよね。そういったところのね、ヒットじゃなくても1点取りに行く野球っていうのはね、大事になってくる中で、このね、連敗脱出に向けては素晴らしいね、この点の取り方ね、この最終回だったと思います。しかもね、日本ハムはね、この試合5安打、しかも5回と9回にしか、あの、 ヒットが出てなくてその5回に2点9回に1点というね他全部凡退みたいなね、えー、ところでいうと、えー、効率よくね点取ったんじゃないでしょうか、ね、楽天としてはね、まあ、いい形で追いついただけに、ねまあ、でもこれは仕方ない敗戦かなというところで今日ね、ね、え、1、ー、勝1敗で迎えて、えー、田中マークと北山ね、ね両投手投手戦になりそうだねこの試合もね、まあ、投手戦になったらどうかというところはあるけどもねどうなるんでしょうか。プロ野球ニュースでいきます そちらへどうぞ。え続いて、中日対 DNA、セリーグ。25日3対5で DNA、26日7対一で中日、現状一勝一敗の五分です。ね、いうところで、25日はね、3対5で DNA、ね、DNA も初回、ね、初級攻撃で4点、ね、関根のバンドがいいところで転がってセーフ、これがキーポイントかかってね、いうところでね、DNA はね、初回、えー、先頭ね、小原、初級がね、レフトへツーベース。で、関根がね、えー、送りバンド気味なバン、スバンとかね、 いいところに転がったんだけどもこれがファースト内野だどうだろうなちょっと小笠原出足遅かったかなあれもったいないよねワンアウト一三塁から、ね、え宮崎が初球タイムリーでまた牧が、ね、初球レフトへタイムリーで佐野が三振するけども大和がまた初球、ね、レフトへタイムリーツーベースっていうところで一気に寄って初球攻撃グッとっねでこの4点あればね d n a 先発、ね、今中8回99球4安打10奪三振無支球石失点 それは苦しいよねドラゴンズもね小笠さんは決してはよく悪くなかったね5回76球並んだ2三振、7安打23失無四球5失点ともねこの初回の4失点がねちょっと重かったなっていうねで5回でもね、えー、桑原がレフトへホームランというところでね、えー、この試合、えー、今季ね初の1番というところで桑原ね4打数3安打1打点1ホーマーというところで素晴らしい。 先頭打者として、ね、チームに勢いも持たせるね、えー、チャンスメーカーになったんじゃないでしょうかしかもね、ねものの見事にねホームランで得点もするっていうねで、えー、中日ね、ね一番、なんとビシエドっていうね初一番というところで、えー、3打数ノーヒットというところでこのね今季初っていうところでね一番、ビシエド、桑原でねちょっと明暗分かれて軍配が、ね、変わったんじゃないでしょうかでドラゴンでもね、えー、7回裏ね、ね石川がツーベースを打って宇佐美がね進塁打でワンナウト三塁から大島がね犠牲フライで打って 1>, 1点返すけどもねで、まあ、9回の裏ね、ねピッチャー今永から森原に代わって、まあ、守護神というところでねどうなるのかというところで、まあ、連打、連打でね石橋タイムリーね大島の犠牲フライというところで,で福永ね、ね後藤フォアボール、フォアボールでツーアウト満塁ここでピッチャー、伊勢に代わってねえ溝脇、一打でどうなるのかってサヨナラもあるぞというところでねセカンドフライで終わって最後、ちょっとバタバタしたけども d、L、n a としたらね、まあ、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。 続いて26日ね、7対1中日っていうところで、中日ね、えー、中地、なんと初勝利。グッと、おめでとう。ね。 6回105球、1アンド43、三4球無失点と。まあ対角線のね、ストレートスライダーっていうところ、制球抜群だったね。右バッターへのアウトコース、左バッターへのインコースね。で、その中でね、ツーシームが低めにまた決まるんだよね。いいところにね。そういったところでも、こう、しっかりね、左バッターにもインコース投げてるんで、チェンジアップでね、ツーシームで落とすっていうね。で、右バッターにもしっかり対角線投げてね、アバッターから相手の遠いところで、ね、しっかり使うっていうところでは、このね、被安打1、高等につながったんじゃないでしょうか。 DNA ね、先発ガゼルマン、3回69、6安打1三振、293失点と、ちょっとね、状態突っ立った感じで体重乗ってないなっていうね、ところでちょっとボールの動きも少ないし、若干高めに浮いたところで動けないところをね、仕留め切られたんじゃないのかなと。で、ドラゴンズはね、もう効果的なね、テーブの取り方っていうところで、初回はね、えー、先頭岡林がランナー出て、龍、えー、が送りバンドを送ってね、 で、えー、3番、川越エアウトになるけども、4番ね、細川がしっかりタイムリーっていうところできっちり1本出ず。4回裏もね、川、え、越、ー、センター前、川越、バッティング頑張ってるね、頑張っていこう、トレードはポジティブ、ね。で、細川フォアボール。で、宇さ美ライト前ヒットで、えー、ノーアウト満塁から大島がね、ライト2点タイムリー、ツーベースっていうね、ところで、まあ、こっからね、もうね、 えー、ノーアウト二・三塁から高橋ね、ね福永、福中地っていうところに行くんだけども高橋でここ最低犠牲フライを打たかったところ三振、ね、ピッチャー、一回に変わったけどもちょっとねここら辺もっと点取れたかなっていうね五回裏もね岡林、川越、そして宇佐美フォアボールでツ、ね、ーアウト満塁ここでね大島、えー、内野安打ていうところでまあね佐野がファーストねこれピッチャー入るところで悪送球っていうところもあったけどねもうここ流れもないね。 ね、DNA 的には。で、7回裏にもね、ワンアウト満塁から高橋がね、今度は打つぜっていうところで、レフトにタイムリーヒット。ね。まあここでね、やっぱフォアボールも絡むっていうところでね、非常に痛かったかなーっていうね。まあしっかりね、ドラゴンズはフォアボールも絡むところでチャンス作って、チャンスでしっかりうっぽ1本打って、13アンダになるところで完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。空件。ね。まあ今日どうなるのかっていうところで、えー、メヒア、バウア、おわ、メヒアもいいし、バウアもいいし、今日どんな、 この試合はかなりの見どころあるね。バトルあるのかね。楽しみな一戦ですえ。続いて、阪神対巨人。25日4対2で阪神。26日8対5で阪神。阪神現状2連勝中というところでね、ここで巨人一気に A クラス入り狙うぞというところで2連敗は痛い、ね。阪神ここでの2連勝はかなり大きいという中でね、えー、25日の試合。 巨人先発ね、ね菅野5回3分の1、98球5安打1、三4、2、球3失点で阪神先発、ね、中やね5回83球7安打3三振、3、4、3、球2失点というところでまあ、この2人のねこの試合の投球割合でいうと西はねまっすぐフォークが80%でカーブが20%というところの投球の配分率で巨人、菅野はねあの同じ球種を続けるっていうところがほぼないんで同じ球種を続けるそれカット、カットとかストレート、ストレートとかねまあでも続けてもほぼ2球までその中で同じ球種を続けるのは80%もう球 球種を変えてくるっていうところは80%っていうところで同じ球種を続けるのは20%ねで菅野でいうともうほぼ、ね、いろんな球種まっすぐ、カーブカット、スライダーフォークツーシームというところでいろんな球種を投げながら相手のねタイミングを外していく西はもうまっすぐ、ホークというところでストレートーン落とすたまにカーブでカウントリーっていうところではね、えー、対照的な、えー、ピッチングだったけどもね、えー、阪神はね え、初回、先頭近本がね、ヒットで出て、まあ、近本がやっぱり復帰は大きいね。で、ツーアウトになって大山フォアボール。で、佐藤がね、先制のタイムリーツーベースで1点先制するけども、巨人はね、4回表に岡本がね、レフトスタンドホームラン。久しぶり。11試合ブリッジってだかな、久しぶりのホームラン。で、5回にもね、秋色が勝ち越しのね、センターツーベース打って2対1。これも巨人ね、素野だから勝ちきるかなと思ったらね、えー、6回の裏にね、 大山がレフトスタンドへツーランホームランというところでここもね1球ツーシーム投げるんだけど外投げたやつが全部逆球でカットボールフォークもいって最後、フォークがね逆球でインコース行いく目に入ってそれをねすくい上げられるっていうねで7回にはねフォアボールでランナーをためて大山にねレフトへタイムリーヒットっていうところでえしっかりね勝ち切られてねまあ4対2でね巨人が逆転負けまあ原監督は菅野に関しては本人に聞いてくださいって言ってたけど。 まあ昔みたいにもうゴーワンでカンカンっていけないからやっぱ緩急つけてコントロールだからやっぱそのコントロールが若干甘くなるとね一発いかれるっていうところではねなかなか苦しいっていうところになったけどもこのねまあ秋色がね5回にツーベースを打った中でこのね勝負どころは7回のねピッチャー岩定に代わってのワンアウト一塁での秋色の場面っていうところでね最後、ねインコースつまらして4四6三3ダブルプレーっていうところではえしっかりね対応できたんじゃないでしょうか。 このね、秋色の打席っていうところで日刊スポーツの、ね、評論でも書いたんだけどもこのね、えー、状況の中で前の打席ねストレートをね左中間逆転タイムリーをね、えー、打たれているというところでまたこのね一二塁で秋色に回ってきた中でピッチャーね、ね岩佐は、まあ、ピッチャー変わったけどもねここでね初球ストレートから入ってくるいくっていね打たれた球っていうところでいうとね、まあ、ここの中で考えると秋色もねさすがに、ね、さっきの、ね、前半のオリックス。 ソフトバンクの話じゃないけど、いやバッターっていうのはやっぱ打った球は来ないと思うんだよね。やっぱり変えてくるっていうね。で、そこをね、まあこれ掛け儀なんだけどね、初球ね、しっかりね、打たれた球から入ったっていうところでね、秋色もね、面食らってそれを見逃していくっていうね。これで何も考えてないバッターだったらね、それまた打ちに来るんだけど、ー頭使ったりいろいろね賢いバッターっていうのはやっぱそういうことも考えてくるから、で、そこをね、えー、しっかり投げて、ストライクっていうね。で、今度ね、インコース投げるわけよ。岩沢とがね。で、そこを、 見逃すんだけども、やっぱり若干ね、遅い、ちょっと差し込まれてる、これ、変化球タイミングなのかなっていうところでね、で3球目、ワンボール、ワンストライクから外にスライダーいくの、若干高めに浮いてボールとはまだあったけどもねで、これはね、タイミングが合ってるわけ。 やっぱり変化球意識だなっていうところであの4球の、ね、インコースに行って詰まらせてねダブルプレーていうところでこのね梅野の,この初球のねストレートで投げさせたっていうところがね、まあ、岩佐がしっかり投げたっていうところもあるけども投げさせたっていうところがねこの勝負の、ね、一番の分岐点の、えー、大きかったところかなというねでその後ね。 巨人で言うとね、8回にね、えー、2アウト1、三塁からね、大山がレフトにタイムリーヒットになるんだけども、まあ、その前にね、フ、ま、ォ、あ、ークをホームラン打ってるわけ。まあ、菅野と三上でね、ピッチャー変わったけども、 ね、でインコースね、ね逆球だったけどもインコース結構攻めた中でホームランになった中で、まあ、この三上に対しては、ねまあ、そもう外オンリーでいくわけそしたらちょっとね大山も踏み込み気味で来てねレフトへっていうところでねこの打った球を決して次は違う球で狙ってくるっていうところでいうとね、まあ、そこのね秋色と大山っていうところのねこの攻め方っていうところでは、まあ、対照的なね明暗が分かれたなって、まあ、どっちがいい、悪いとかっていうわけじゃなくてこれ見どころとしては面白かったなっていう一戦でしたね。結果半身のね、えー4対 阪神の勝利っていうところになりましたね。えー、続いてはね、二十六インチ八対五で阪神の勝利っていうところでね、二回の裏ね阪神先頭大山フォアボール佐藤ライトマイヒットでノイジがねライトでタイムリーツーベースでここでね坂本はキッチリーノーアウトにいるから送りバンドを決めてねでワンナウスタンリー今二点先制ねで木並みの場面でねこれ二球ね、えー、ピッチダウトウエスするんだよねワンボールからピッチダウトピッチダウト。 3ボールにしてで結果申告敬遠するんだけども次が大竹っていうところでワンアウト3塁、木浪それはなんかスクイズとかセーフティースクイズとかしてくるってそれは思うよね正直ねでもね、この3塁ランナーがノイジーっていうところでセーフティースクイズはね 考えづらいっていうところでスクイズあるんじゃないのかっていうねところで外したんだけどもで結局、進行形になってワンアウト、一、三塁からね大竹が打ちに行ってまさかのボテボテのショーセカンドゴロでね三塁ランナー帰ってきて1点入るっていうところでまあねもう序盤でもう1点もやりたかなかった巨人ねその駆け引きの中でね最後はねアンラッキーのボテボテ阪神としてはラッキーのボテボテっていうところでね1点取っていくっていうところで。 まあ何がいいかわかんないこれ駆け引きだからねいいとも悪いとも言い切れないけどもねこの3点目っていうところはね醍醐味のあった面白いところだったねでその後ね巨人は6回表にね門脇のライト前ヒットから始まってね、えー、梶谷が、えー、タイムリーそして岡本のねタイムリーで長野が、ね、ツーアウト1・2からまたまたタイムリーツーベースっていうところを打って一気にこで5対3で逆転正直、このまま巨人勝ったなって思ったけどもやっぱり一番大きかったのはこの6回裏ね 取られあとにすぐ行くっていうところでワンアウトから、ね、ノイジーセンター前、で坂本、アウトになるけどもツーアウトにい塁からねこれ、えー、代打、ね、木浪に代わって代打、小野寺ね、えー、ピッチャー、応援に代わってきたからねでそしてここでフォアボールこれ、痛かったよジャイアンツはこの応援このね小野寺のフォアボールがね正直一番のキーポイントだったと思う。 その後にね島本に代わって代打、原口っていうところが原口がレフト前タイムリーヒットって一点これ、ね、5対4の1点差に追いつくわけよねでここからざわざわってするねその中で7回裏ね、ね、えー、先頭、中野がレフト前森下、アウトになるけども大山、フォアボールで里出るがねピッチャー、高梨からライトへタイムリーヒットでノイジー、フォアボールで坂本が犠牲フライで小畠がねタイムリースリーベースっていうところで一挙4点大逆転の8対5完璧でしょう。と,ころで言うと高梨 近本に当ててブーイング起こったけども、そんなんもん関係ないじゃん。ね。わざと当てたわけじゃないしね。それ当たってなんかになることあるよ。ね。ブーイング関係ねえよ。ぐらいでね。行かないといけない。ね。ところで言うとね、ちょっとメンタルも揺さぶられちゃったからっていうね。そうなってきたらタイガースファンの人のね、思いのままになっちゃうからね。そういったところはしっかりこっと持ってね、やっていかなきゃいけない。俺はキャッチャーだったらね、目球当てるぐらいで行け。わざとじゃないんだから、まあ、思い切っりてみないんや。ぐらいね。言っときゃいいっていうね。 ところだったけども、まあ、巨人としては、ね、この7回表先頭、ね、門脇がフォアボールで重ボが、ね、しっかり送りバンドを決めてでワンアウト、二塁からねえ吉川のセカンドゴロ中野がファンブレーラでワンアウト、一、三塁なんでここで1点でも取ってたら俺は巨人の勝ちだったと思うけども梶谷はねショートライナーで秋広が三振っていうところでねこう1点取れずジャイアンツに取ったらここが最大のキーポイントだったかな。あとね秋広で ちょっと左ピッチャーのインコース全く対応できてないから、なんかあったらインコース投げられて全部凡退してるけども、ちょっとこれ課題だね。右はね、3割5分前後、もうちょっとかな、打ってるけども、なんと左2割しか打ってないのよ。これはね、それはバンドのサイン出されるで、左ピッチャーの時に。それは原監督の気持ちもわかる。 そういったところではちょっと秋色の対左対策、これはちょっと重要になってくるんじゃないのかなっていうね、えー、ところで、ひょっとしたら終盤だった代打もあり得るようになるよ。ここ壁だね。頑張っていかなきゃいけないっていうね。中でこの阪神のね、2連勝っていうのは非常にタイガースね、首位ね、しっかりね、守ってるっていうところは大きい。で、今日は佐伯と戸郷っていうね、とこでまっすぐホークピッチャー、どういう展開になるのか、プロ野球ニュースでお伝えします。佐々木多分今日こ年試合担当です。現状2勝、阪神の。 勝ち越しは確定。3連勝なるか。勝負の一戦です。さあ、続いて、広島対ヤクルト。25日6対3で広島。26日5対3で広島。広島なんと2連勝っていうところで、首位阪神にゲーム差なしね、勝率だけで今2位っていうところで、どうなるのか広島連勝中っていうね。えー、中で25日を試合ね、この日、ヤクルトのね、えー、先発がピーターズっていうところで、なんと広島はね、1番中村翔星、2番堂林っていうね、ところと右右を並べるけども、 中村生3打数ノーヒットで堂林4打数ノーヒットっていうところで不発ねで守備走塁もミスもあり完全負けゲームでも逆転勝ち強い。 いやほんと流れは完全負けゲームだったよ。ね。その中でね、えヤクルトは2回表にね、先制っていうところで、村上フォアボール、そしてオスナがね、レフト前っていうところで、これね、バットの先もあってね、打球が死んじゃったんだよね。その中でレフトね、末金がちょっと一歩下がったんだよね。下がってから前来たから、結局ショートーになって、あれね、一歩下がるだけで絶対取るだと思う。この一瞬の判断ミス。難しいけどね。で、そこでね、一塁ランナー村上がね、しっかりその打球を見てね、三塁へ行ってる走塁。ぐっそうね。 で、しっかりね、中村がライトに犠牲フライを打って先制っていうところで、いい流れのね、えー、先制。で、3回表にもね、ヤクルト、1、えー、番並木レフト前、青木センター前、で、サンタナがね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、しっかりね、追加点を取って、ノーアウト一塁からね、えー、村上、えー、セカンドゴロ。でもこれ詰まったからね、えー、ダブルプレイならず、で、オスナのところでワンアウト一三塁。村上がしっかり盗塁を決めて、ね、けども、オスナーサードライナー、モテヤもファーストゴロっていうところでもう1点取れず、ここでもう1点でもね、 取ってたらヤクルトね勝ってたかもっていうね、えー、中でしっかり取りきれない間にね3回裏、ね、ワンアウトからド堂林、ーォアーボールで秋山は、ね、センター前ヒットでワンアウト一塁から4番、上本がねレフトにタイムリーヒットっていうところで1点返す、ね、この1点返したらね、大きかったね。 でも、坂倉アウトツ、ね、ーアウト一、三塁になってデビッドソンの時に1塁ランナー、上本が牽制でねピーターズの牽制引っかかって飛び出してね三塁ランナーも若干ねこれ行こうか行こうかってやってる時にねオスナがなんと見事に三塁一発投げて秋山飛び出してアウトっていうねオスナ でもこういうい走塁ミス痛いよ、押せ押せの時にねもう一本、ひょっとしたらデビッドソンも最近状態し行ってたかも分かんないのにっていう中、ね、5回に、ね、ヤクルトはね、えー、ツーアウト、三塁から本山がね先対タ,タイムリーツーベースを打ってね3対1完全にヤクルトのもう雰囲気、ね、流れ。 えー、なった中でよねしかもこその後この5回表持もね村上がねセンターへのツーベース打つ中でちょっと左中間よりね秋山はね頃ちょっとファンブルしてねここでしっかりね村上が三塁に行くっていうところでこうちょっとしたミス命取り流れ悪い完全負けゲームってなったらよこの6回裏3対1、ね、ワンアウトからなんと坂倉さんリーセフティーバンドセーフ。このセーフティーバンドに流れが変わったね、えー、ピッター ピッチャー、ピーターズからね大西に変わるねデビットソン、レフトへのヒット、ピーターズ、変わらなくてもよかったんちゃうかって思うんだけどね、97球、球数で交代なのかな、分かんないけどね、で、レフト前ヒット、で小園がライトへタイムリーヒット、その後ね、代打、野間、センターへ同点タイムリーというところで3対3、一気に同点、7回裏、ねピッチャー、石山に変わって、秋山がワンアウトからツーベース、坂倉がね、フォアボールでツーアウト1、二塁になって、デビットソンね、勝ち越しの。 タイムリー、ツーベース。このね、デビッドソンねあ、7回裏ね、こう2エンド2からスライダーね、センターオーバー。これも完全スライダー狙い撃ちされてるね。高め高めでいってスライダーっていうね。で、その後、ことのね、えー、ワンストライクからカーブ。これも完全ね、タイミング合ってる。だから多分緩むんかもしれんね。石山がね。で、タイミングドッピシャだって変化球狙い撃ちされて、えー、3点追加で6対3でね、ゲームセット。 しかも、えー、7、8、9、広島リリーフ完璧でございますね。えー、ターリー、島内、えー、矢崎とね、えー、ノーヒットで抑えて完璧に逃,逃げ、切りがち。ね、ミス、ミス、ミスで負けたかと思ったら終盤の大逆転に素晴らしい広島の勝利でした。えー、そして26日の試合ね、5対3で広島っていうところで、ミスしてもらったものをミスで返すというテーマです。はい。この試合ね、えー、広島ね、2回裏。 ねえー、ツーアウトからデビットソンセンター前、えー、ドバイショアボールでツーアウト、一塁からね末金がライトへ先制タイムリーヒットを打って広島先生いい流れその中でね3回表、ね、ワンアウトから竹山、えー、コレフト前ヒットでワンアウト、一塁青木のねセカンドゴロダブルプレー確実というところを上本がなんと攻一、ね、ランナー、一、三塁になって村上アウトになるけども、ね、ツーアウト、一、三塁からオスナが引っ張り込んでレフトへスリーランホームランで3対1、一気に大逆転。 ダブルプレイで0点がなんとスリーラン。ねいやー、最悪流れ悪いって言ったところでね、4回裏、ワンアウトから田中康介のファーストゴロ、押すのがなんとこいつ、えドーバイチフォアボール、でワンアウト一塁からなんと末金が2打席連続タイムリーとなる、まあタイムリーじゃないけど左中間へ逆転、スリーラン、ホームラン、末金、頑張って、ね。で、えー、5回の裏、ねツーアウトから坂倉がライトスタンドでホームランっていうところで一気にホームラン構成で5対3。 大逆転劇っていうね、えー、ところで言うとヤクルト先発ね高橋刑事5回98球、5安打6三振3九、5失点、まあ、2発のホームランねこのあのあオスナの、ね、エラーからだからね実質、自責点で言うと、えー、4っていうところにねなるけどもちょっとねあの変化球がねマスチェンジアップカット球ばたり速いんだよねだから高めにいくっていうところで若干体がこっちに流れるのが気になるんだよ。 こうなるから、こうなるっていうね。えー、ところで、まあ、末金にはね、チェンジアップが高めに浮いて、それをホームラン。で、坂倉にもね、カットボールが高めに浮いて、ホームランっていうところで、この変化球のね、球回りの速さはね、この体の傾きだけちゃうかって思うけどもね、えー、それで高めに浮いたところをね、ものを見事にね、仕留めきれられるっていうね、ところで言うと、せっかくミスでもらった3点をミスでね、返して3点取られてね、えー、一気に逆転。ね、ところは痛い。 え、広島先発ね、えー、森、5回103球並ん三四、7で434、1、93失点と、えー、5回まで全てピンチ。ね、えー、初回、2アウト、1、三塁からね、えー、オスの時に村上が盗塁して、2アウト、2、3塁になるけども、えー、オスナがセンターフライですアウト。え、2回、ね、先頭中村がね、ツーベースでランナー出るけども、内山がね、キャッチャーファウルフライ。ね、ここ最低でも、新塁だね、行かないとっていうね、えー、ところで、 でその後ね長岡ね、ね高橋奎二という下打線に行くからつながるという3回は、ね、3点取るけども4回ね、ね先頭長岡が先端前ヒットを打って高橋奎二、送りバント成功させるけども並木武岡は、ね、1本ですで5回にも、ね、ワンアウトから村上がレフト前ヒット出てでオスナーの時にボーク、ね、ツーアウ,ト2塁、ね、ワンアウト2塁からオスナーショートろで中村が三振っていうところで5イニング連続で、ね、得点圏にランナー進めるけども。 1>, 1本でないっていうね、そりゃなかなかね、相手に流れ持っていかれるよっていうねで、しかもここからね、6回以降ノーヒットっていうね、ヤクルト。だから、これ前半5回まで一1本ね、もしくはあの内山の時、最低でも進塁だっていうところがね、打ててれば話は変わったかも分かんないけども、恐らの一発だけでね、逃げ切られるっていうね、で今日もね、この広島ね、大道、えー、栗林、中崎、島内、矢崎ね、えー、6回以降ノーヒットで抑えてね、完璧なリリーフ。まあ、栗林はね、 ちょっと青木に頭に出通らまあ青木はね何もなければいいなっていうところはあるけどもねこのリリー夫人のね安定感というところも広島の、ね、この連勝につながってんじゃないでしょうかねで今日が床だと石川まあ、石川ベタなんで、ね、止めれるかというところこだでね連勝を伸ばせるのかっていうところではね、えー、阪神が負けて広島勝てばね1日でも首位になるというところでどうなんでしょうか。ね 札崎の予想が当たるのかどうかねカープのファンの皆さんどうなんでしょうねというところでねえ木曜日の総チェックこれでい,いお試合今日の試合ねどうなるのかプロ野球ニュース出てきますのでぜひそこでもチェックしてくださいということで木曜日の総チェックこれでおしまいです